都市で相次ぐ異常気象、大型の地震、これを受け政府は調査チームを編成し、原因の究明に本格的に乗り出しました。不安の声が高まる中、一刻も早い解決が望まれます。 CM の後、各地の被害の様子を詳しくお伝えします。何なんだよ。次は靴を買いたいの。行きましょう、エンツ。俺の買い物に勝手についてきたやつが、なんでいつの間にか俺に荷物持ちをさせてんだ。いい加減にしろよ、ベヨネッタ。だいたい何足靴買ってんだ。お前はタコかっつんだよ。まったく。おっと。あら、そんな口聞いていいの？この間の仕事、ただで引き受けてあげたわよね。早く片付けてくれないと吊るされるって泣きついてきたのは誰かしら。面倒なやつに貸しを作っちまったぜ。仮にも司祭として神に仕えてるやつが、裏じゃ天使様を片っ端から地獄へ送り込む魔女だってんだからな。ったく冗談じゃねえよ。おいおい、歩くの早いって。おい、聞こえてんのかよ。うわ、危ねえよ。魔女ってな、死んだらてめえも地獄に引きずり込まれて一生苦しみ抜くって話やねえかよ。そんなやつがゴロツキどもの仏の始末はしてるか。傑作だねえ、まったく。おい、どこ見てんだボギー。あ、すいませんね。罪滅ぼしのために惨めに死んだ人間を弔うなんて柄じゃねえだろ。終わったわよ。さあ帰りましょう。ちょっと待てよ。今日は俺が買い物に来たんだって言ってんだろうが。おめえのせいで俺はまだ何も買ってねえんだからよ。へえ、何を買うの？さあね、おめえに余計なことを教えたらろくなことになんねえ。車でも呼んでとっとと帰ってくれ。うわあ、ジェンヌ、最近見なかったけど、どこに行ってたのよ。ちょっと調べたいことがあってな。セレッサ、最近妙な感じはしないか？妙といえば妙ね。しがない情報屋が、私生活じゃ綺麗な奥さんや可愛い子供たちと幸せに暮らしてるなんて。うるせえ、余計なお世話だ。何がセレッサだ。おめえがセレッサなんて柄かよ。なくした記憶を取り戻してみたら、そんな可愛らしい名前だったなんてお笑いだぜ。まったく、何しに来やがったんだよ。お呼びじゃないんだよ。何すんだよ。気づいているとは思うが、天界の奴らが不気味なほど静かだ。それに、それに下の連中もな。続いて明るいニュースを。本日いよいよ年に一度のクリスマスのデイパレードが開催されます。都市部では交通規制が行われ、パレードを楽しもうという人々ですでに溢れかえっています。空軍のアクロバット部隊プラチナスターズによる交通規制が行われる予定で、過去最高の人出が予想されます。ジェット機、おっといけねえ。早いとこガキたちへのプレゼントを買わねえとな。詳しいことは後だ。先に帰るぞ。クリスマスパーティーの準備もお願いね。やつだな、こいつは。ジェット機だよ、ジェット機。ほら、羽があって空を飛ぶやつだよ、ビューンって。飛ぶって言っても天使じゃねえぞ。あんな縁起でもねえもんな、見たくもねえ。そんなじゃなくてよ、
ほら、ガキが喜ぶようなでかくてかっこいいやつだよ。ほれ、ちょうど今空を飛んでるじゃねえか。あれだよ、あれ。わかったか？この店で一番でかいやつを頼むぜ。綺麗な箱に入れてな。クリスマスプレゼントだ。リボンも結んでよ。おおお、おやじ、リボンはいい。箱だけでいいから早くしてくれ。リボンはいらねえって。ついてないわ、一番のお気に入りの服も。
これだからチープなおもちゃは嫌なの。やっぱりあの女に関わるとろくなことはねえ。チキショー、なんでエンジンがかからねえんだよ。あいつにプレゼントを渡してやるとするか。お前は ロダン。まさか冗談だろ。よう、エンツじゃねえか。伏せてな。店のツケを払う前に死なれちゃ困る。勘弁してくれよ。もうやった心地はどうかしら。 You are walking out of